始まりました、サブチャンネル。女じゃないじゃん。はい、自宅謹慎中何やってます？てか俺ね、もうほんとぶっちゃけると生活何も変わってないの。今までって別にコンビニ行くかスーパー行くかで、撮影の時外出るかぐらい で今外で撮影ができなくなったぐらいなのよ、うん、別にそんな数も多くないから俺って、月1人ぐらいだから、うん、撮影が、ね、だからね、そんなのよ。だから別に家にいてももともと苦じゃないので、世間一般はどうなんかなと思って。禁止されるってさ、外出ちゃダメってなるとさ、なんかやだよね、うん、あやだ、うち外行きたいの。あ、じゃあ一番俺もそういえば最近嫌だったのはさ、なんかさ、一緒にサウナ行こうみたいになったじゃん。あ、そう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 、まあ別に一緒に入れないんだけどさ、サウナ勝負みたいな俺したいなと思って。そうそう、うちサウナめっちゃ好きだから。どれぐらい入れるサウナ？いや、もう2時間も入れる。え、2時間も入れるの？え、どういうことも君、俺が2時間もって言うんだよ、お前なんで2時間も入れるって小学生のバウンドじゃん、お前2時間も入れるの？2時間入れる、2時間も入れるなのに。え、てかやばくない？え、2時間も入れる。すごい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 。ゆでゆでどんぐり。なになに？サウナさ、あの、なんだっけ、なんだっけ、あれサウナ、あ、そう、ねえ、サウナ2時間も入れるの？本当に？ねえ、進めよ、そっから。いや、進めて進めてか、進め、本当に入れるの？2時間も入れる、入れる。え、あんたさ、水全然飲まないじゃん。飲まない。死なない？2時間前って。いや、でも水休憩ありやん。あ、なに、途中出てきてんの？それ2時間って言わないよ、お前。合計2時間だったら誰でも入れる。違う、はい、違うよ。嘘つきどんぐりじゃん。どんぐりの地獄じゃなくレンマルでまだだからね。違う。サウナ好きなの？サウナ好きだよ。じゃあ結局どうだったの？2時間連続なの？なんか2時間測ったことないけど、2時間入れる自信があるぐらい好き。入って出ないで2時間で、出ないで2時間は死ぬんじゃない？だから自分それで、だから2時間もって聞いてる。いや、だからたまに水は飲むよ、けど休憩はしない。たまに水を飲むってこと？水を飲むイコール休憩なんだって。そうだよ。龍泉寺は違うんだよ。龍泉寺違うの？マジで。あの、山田のおすすめの風呂屋だよ、風呂屋、うん、あれさ、一緒にさ、目の前行ったことあったよね。目の前まで、あそこでしょ。なんかのさ、撮影でさ、ここら辺田舎だっけ？ちょっと脳みそ2バイトだから覚えてないけど、田舎だっけ、田舎だよね。うちの地元の頃は綺麗な神奈川の方でね、うん、行ってさ、そう、神奈川の流星って検索したらバレるやん。目の前まで行って、うん、なんでやめたんだっけ、高すぎたんだっけ。中のご飯を食べてみようと思ったら、俺覚えてるよ、入ろうとしたら入館料だけ確か2000円ぐらいしたんだよ。しないよ。1800円ぐらいした。え、うん、それ流星寺じゃないよ。違う、そう、万葉の湯の話してるよ。万葉の湯？何だよ。あ、また別のやつだ。そう流星寺はだってもっとやばい、600円で1日中入れる。あ、そうなんだ。そう、お風呂代で600円。てかさ、男女で入れるとこないの？男女で入れる温泉は。温泉あんま行ったことないからわかんない。俺さ、山田とさ、普通に一緒に入りたいんだよね、サウナとか。いいね。うん、別に全然水着とか着ていいじゃん。俺も水着着ればいいじゃん、うん、で、それでサウナやりたいんだよね、一緒に、うん、そういうとこないの？いや、あったら皆さん教えてほしいです。なんかどっかに男女で入れる、別に他の人とかも全然個室とかじゃなくてもいいんで、個室でもいいけど、うん、いいんで、なんか普通に水着とかつければ別に大丈夫でしょ、うん、恥ずかしい？最悪もう T シャツとか着ちゃってもさ、うん、そのサウナあんま関係ないじゃん、暑いから、うん、一回サウナ勝負したいよね。うん、したいね。個室だったら動画も回せんのか、一応カメラ壊れないかな。大丈夫大丈夫。適当じゃん。ないかね、ちょっと探そう今度、うん、サウナって痩せる？サウナ、え、サウナってあれ何なの？あれってさ、水が抜けてるだけなの？だからめっちゃ痩せてるさ、友達大体肌綺麗、スタイルいい人ってみんなサウナ行ってない？うん、ね、みんな行ってるよね、サウナ行きたい。探そうぜ。それかさ、温水プール行こうよ。あそこ行きたい、あの、箱根の。え、うち箱根行きたい。待って、箱根だ、箱根行きたいって。うち箱根行ったことないんだよね。行ったことないの？うん、うち箱根行くの将来の夢だもん。ユネッサンスだ、ユネッサン、ユネッサン、うん、ユネッサンっていう、そのプールがあるんだよ、うん、室内プール場みたいなところ、うん、それ2年前ぐらい行ったの、友達と、うん、確かサウナって気がするんだよね。あ、サウナ、あ、サウナあったわ。水着で、そう、水着でみんなで入るの。水着で温泉入るみたいなとこ、うんうん、超いいじゃん。行こうよ、イレンスさん一緒に。え、行きたい。その時はちゃんとモザイクかけるよ。もうマスク禁止だと思うから。何の話してたっけ最初。変わっちゃったじゃん、タイトルが。これ男女で一緒に入れるサウナってあるのっていうタイトルになっちゃった、うん、でマジで気になる、本当にこれ教えてほしいです。なんかもしサウナとか温泉とか好きな人いたら、え、うちあれでもいいよ、その辺に湧き出てるあったかいお湯。どういうこと？意味が分かんないんだから大丈夫。俺さ、思うんだけどさ、山田ってさ、本当 YouTuber だよね。山田って本当に YouTuber なんですよ。この前の目にあったじゃん、山田が泣いたやつ。 あれだとさ、また、うん、その近くにいたら泥が取られるみたいになったじゃん。あ、言ったね。その話した時さ、山田さ、じゃあ次私がなんかさ、
なんか友達と飲んでるとこだったら乱入してきていいよとか言って、いや俺怖っと思っちゃったもん。俺絶対嫌だもん乱入されたら。酔ったとことか見られたくないから。そんなだって別にさ、ほら工程分かってるからだよ。そのさ、知らない YouTuber じゃないしさ、ダメだったらさ、なしにもできるしさ。なししないよ多分そういう系は。今回になっちゃうよ、勝手にやって勝手に出しちゃうよ。いやでも信頼してますからそれは。本当に、うん、信頼がする。裏切れなきゃいいけど、俺も裏切らないで頑張るわ、うん、お前さ、YouTuber だよな。俺より全然メンタル YouTuber だからさ。お前もそんなのに、ないない、特製のシールスマートシューズね。パルコもね、早くパルコ行きたいね、早く。パルコ空いてないね、多分、うん、空いてないってか、パルコのさ、地下のさ、飲み街でさ、うん、飲みたいんだよね、うち。あー、まあ俺今ダイエット中だから、うん、まあ終わったね。ということで、水着でも何でもいいんで、とりあえず男女入れるサウナがある情報があったらぜひ教えてください。バイバイ。行きたいね。何これ。いやマジサウナ行きたいんだよね。これ終わんないじゃん。本当に、いやもう終わりでいいけど、本当筋トレ今本当に今頑張っていくからさ、そういうのオタクになってるんです。サウナ筋トレ。